もうこんにちは、今日は日曜日の、11月3日日曜日の2時です。お昼の薬を飲みます。今日はねギオセール、ギオがセールしてたんでちょっとだけ行ってきたんですよ。でまあちょっとだけ YouTube のネタになるようなソフトを購入してきました。ほんまはもっと買いたかったんですけどお金がなかったんでねお金がないんで恥ずかしながら、だから財布と相談して買ったんで、あまり洋さんは買えなかったんですけど、まあちょっと紹介しましょうかね、それ買ったやつを。まず DS 踊る大捜査線。まあ僕テレビ嫌いや言ってたんですけど、踊る大捜査線は見てたんですよ。でまあ織田裕二が好きなんで、まあどんなんかなと思ってちょっと試しに買ってみました。ちょっと YouTube のネタになるかなと思ってね。でまあもともと僕動物育成シミュレーションゲームが好きやったんで、だからこのシムアニマル、森をシミュレーションするっていう、で森の動物たちをこう仲間に入れていくっていうねソフトを買いました。まあこれもちょっとずつやっていけば YouTube のネタになれそうやな思ったんで、でまあ踊る大捜査線と同じで、まあ僕はテレビが嫌いで、全然見てないんですけど、初期の頃は見てたんですよ、よく相棒初期の頃はね、スペシャルでやってた時は。だからそれをまあこれもネタになるかなあ思ってね、買ってみました。で次 PSP でサルゲッチュ、サルサル大作戦。これはこの前ワン買ったんでね、だからその流れで買おう思ってんで、ピポーサルアカデミー2、あこれのワンをこの前買ったんですよ。で今回2をね、購入いたしました。ピポサルね、でビータで機動戦士ガンダムエクストリームバーサスフォースっていうやつを買いました。ビータではガンダムブレイカーを、まあ、YouTube で上げてるんですけど、あのソフトいまいちね評価低いんで、まあ、これはガンダムのゲームってまあちょっと評価低いのが多いからどうかな思うんですけど、まあ一応試しに買ってみました。でプレステ3エルシャダイ、まあこれ初めて初見のやつだったんで面白そうやなと、内容を見てもアクションゲームみたいなんですけどね、格闘アクションゲームなんかな。でケイン&リンチ、羊毛っぽいですよね。これもちょっと難しそうやけど、ちょっとこれはね難しそうやから
YouTube に上げるのにはちょっと合わんかなっていう、いう気もせんでもないけど、でみんなのゴルフ5、まあミンゴルハマってるんでね、まあシリーズはみんな抑えときたいなと思って、ミンゴルを買っときました。でウィーンでナルト、ナルトもね、最近ちょっとゲームしてないんですけど、ナルト買いました。そして最後にガンダムのスロット、パチスロ、ウィーンでパチスロって珍しいなぁ思って、でまたガンダムのパチスロってそれほど珍しくはないけど、ウィーンのパチスロは珍しいなぁ思って買ってみました。まあ、合計11本かな、コータの。まあ今回バラエティ飛んだ感じでいろいろ変えたと思っております。またね順番に、プレイしていって、ネタになりそうなら YouTube に上げていきますんでね、ぜひ期待していてください。どんなゲームかね、楽しみにしていてください。まあほんまはもっとねこれの2倍3倍ぐらい欲しいのあったんですけど、お金が足らなかったんでね買えなかったんです。厳選して絞ってこんだけ買いました。それでは皆さんまたね、さようなら、バイバイ。よっしゃ。